はい、皆さんこんにちは、ラピッツです。動画を撮ってる風景が少し変わったのにお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、私ちょっと引っ越しまして、ちょっとバタバタしてて動画を上げられませんでしたが、またちょっと動画を再開してちょこちょこと上げていけたらいいなと思っております。さあ本日紹介するのはこちら、ビッグカメラの箱でございます。動画のタイトルにもあるかと思うので早速開けていきたいと思いますが、よいしょよいしょ。さあ出てきました、こちらです。ドドーン、パナソニックの電動歯ブラシ、ドルツ EWCDP53A です。私初めての電動歯ブラシとなります。早速開けていきたいところなんですが、私がパナソニックの電動歯ブラシ、そしてこの機種を選んだ理由を先にお話しさせていただきたいと思います。早く開けろやっていう方は、動画をちょっと飛ばして見ていただければと思います。まず電動歯ブラシといえばですね、パナソニックとフィリップスとブラウン、この3つのメーカーが結構有名で、自分の中で3大メーカーかなっていうふうに調べて思ったんですけれども、今回このパナソニックを選んだ理由というのはですね、ほとんどなんとなくっていうところが一番大きいですかね。強いて言うならこの歯ブラシのヘッドの部分、ここが小さくてコンパクトなタイプで、口の中に入れてもそんなに嫌な感じがしなさそうっていう理由で単純に選びました。じゃあなんでこの EWCDP53A っていうモデルにしたのかということに関してちょっとお話ししていきたいんですけれども、今出てる画面はですね、価格 .com の電動歯ブラシの比較表になります。ここに並んでる5機種が僕が迷った5機種になります。一番左からドルツの EWDT51 というモデル、右に EWDP54、EWCDP53、EWDP34、EWCDP33 というモデルが並んでいます。まず見てもらいたいのが発売日ですね。ここが一番左の DT51 は2020年10月1日で、 DP54、DP34 と下一桁の番号が4になっているモデル、これが2020年の10月1日、2020年モデルですね。真ん中の CDP53 と一番右の CDP33 と下一桁の番号が3になっているモデル、これは2019年モデルになります。今回私が選んだのも CDP53 と下一桁の番号が3になっているものですので、2019年モデルになります。いわゆる型落ちモデルというやつですね。じゃあなぜ型落ちモデルを選んだのかということに関してなんですけれども、まず一番左の DT51、 値段見てもらって分かるかと思うんですけれども、今年出た最上位機種になります。フラッグシップモデルでございます。そしてその右にある DP54 が、それから一つ下のモデル、 DP34 というものがさらにもう一つ下のモデルというふうになります。一方ですね、2019年モデルに関しては CDP53 というこちらの機種が最上位機種、フラッグシップモデルだったんですね。そしてその下に CDP33 というモデルが存在していたと。ちなみに今年のモデルは DP で、去年のモデルは CDP なのかと思われる方いらっしゃるかと思うんですけれども、今年のモデルに関しても CDP というものがありますし、去年のモデルも DP というモデルがあります。この C がつくかつかないかっていうのが、中に入ってる歯ブラシスタンド、それの色が白かグレーか、 C がついているものはグレー、 C がついてないものは白と、なぜかそういう仕様になっているようです。なので DP か CDP かの違いはほとんどないので、安い方をそこは買えばいいかなというふうに思います。じゃあこの5機種何が違うのかということを解説させていただきたいんですけれども、主に違うのはまずモードです。モードに関しては DP34、DP33 に共通しているものがダブルクリーンモード、ノーマルモード、ソフトモードというこの3つのモードがついています。53になると今のこの3つに加えてダブルガムケアモードとステインオフモードというこの2つが追加されます。1年経って54になるとダブルガムケアモードは残っているんですけれども、ステインオフモードがセンシティブモードに切り替わっています。ここは結構ややこしいですね。そして2020年モデルの2つ、 DP54 と DT51 の違いに関しては、DT51 の方にカスタムモードというものが追加されています。こちらに関してはなんかモードを割り当てたりして、自分でカスタムして、できるモードみたいですね。DT51 だけはスマホ対応というところに丸がついています。どうやらですね、 Bluetooth でこの電動歯ブラシとあとスマートフォンがつながってですね、それで連携して、
磨き方を指導してくれたりとか、なんかそういうのをいろいろできるみたいです。ここまで比較して僕が考えたこととして、まず DT51、 こちらは結構値段もズバ抜けて高いですし、あとはこのスマホ連携、おそらく僕使わないだろうと思いました。歯磨くときにいちいちスマホと連携して Bluetooth でつないで、でスマホ見ながら磨くとかっていうのはちょっと毎日それやるのは現実的じゃないなっていうふうに思ったので、まずこの DT51 コスパが僕にとってあんまり良くなさそうだなっていうふうに思って除外しました。そして DP5K と DP3K、 これをどっちにしようかなっていうふうに次に迷ったんですけれども、付属品の携帯ケース、これが結構僕魅力的に感じてですね、別売りとして売ってないんですよね、この携帯ケースっていうのが。なのでまあ持ち運ぶとき、旅行に行ったりするときとかに携帯できるのはすごい便利かなっていうふうに思ったりとか、まああとモードもこんなに使い分けするのかなっていうふうには若干思うんですけれども、まあたくさんあって初めて使うにはまあいろいろ試してみるのも面白そうだなっていうふうに思ったので、 DP53 か DP54 で最終的に迷いました。じゃあなぜ DP53 にしたのかっていうところなんですけれども、まあ一番は値段ですね。最安値で見ると2万680円と1万7800円、約3000円の差があります。まあこれに惹かれて DP53 にしたっていうところもあるんですけれども、あとは先ほど申し上げた付属品、これも DP53 の方が充実してるんですよね。なんでこんなに付属品が充実してるのかわかんないんですけれども、安いしたくさんついてるし機能はそんなに変わらなそうなので、まあ、付属品が一番多い、DP53、 そして、まあね、価格的にも、お買い得かなっていうところで選びました。前置きが非常に長くなってしまって申し訳ないですが、それではこれからこちらを開封してですね、中身の方を実際に一緒に見ていただきたいと思います。それでは早速開けていきたいと思います。電動歯ブラシなんて買うの初めてなんで、中がどうなってるかちょっと楽しみですね。よいしょ、まあ、まず大きな箱が出てきました。おそらくこれ僕逆でしたね。よいしょ最初に説明書、ご愛用者登録、いろいろと詰まった箱が出てきました。ちょっと付属品から見ていきましょうか。ちょっとどれがどれだかよくわかんないんですけれども、ブラシがたくさん出てきました。なんか歯磨き粉みたいなやつも一緒についてきました。これがブラシスタンドか。こんだけ付属品がまずたくさん入ってます。で、これは充電ケーブルですね。あとこれが充電スタンドか。そしてこれが本体。ああ、思ったよりも重さは割とずしっときますね。あともう一つなんか、これはなんだ、ああ、あれか。携帯ケースですね。このような、まあ本当にプラスチックの軽い携帯ケースですね。よいしょ、中開けると、よいしょ、こんな感じで仕切りがあって、本体とブラシ2本ですね、なんか入れられるようになってます。全部袋から取り出していきましょうか。まず本体から、よいしょ。おー、持った感じはすごいサラサラって感じ。すごい結構高級感がありますね。ドルツ。これがモードのランプですかね。ダブルクリーン、ノーマル、ソフト、ダブルガムケア、ステインオフ、あとは充電のランプですかね。充電を挿す穴とかはなくて、充電スタンド、こちらに、乗っけるだけで充電ができるという、いわゆる無接点方式の充電になってますね。充電スタンドも本体と同色になっていて、すごいかっこいいですね、青。でも指紋とか水垢とか結構つきやすそうな感じはしますね。ここに乗ってるだけで充電ができると。今コンセント挿してないのでできませんけど、これだけでスタンド兼充電器っていう形になっております。非常にスマートですよね。かっこいい。そしてこの大量のブラシたち、どれがどれだかよくわかんないんですけど、説明書みたいになんとなく理解しました。まずこの黒いブラシ2つですね。極細毛ブラシ、ラージとコンパクト、まあ、これが基本の歯ブラシになるみたいです。コンパクトの方が磨きやすいって言ってる方が多かったですね。ちょっとこう湾曲したような形の、これがマルチフィットブラシというもののようです。説明書には歯垢除去に使えるっていうようなことのようです。で、今度これ、この白いブラシがステインオフブラシ。歯の着色汚れのことのようですね。それを、落としたい時にはこのブラシを使うといいようですね。このブラシに関しては背面、このような形でちょっとザラザラしたような感じ。これが下磨きブラシにも使えるようですね。そして今度これ、シリコンブラシになってますね。
これに関しては歯茎をケアするときっていうことのようです。歯茎マッサージとかっていうことですかね。僕が買った CDP53 っていうものにはダブルガムケアっていうものがあって、そのモードを使うときに、このブラシを使うと歯茎のケアができるということのようです。そしてステイン集中ケア用のステインオフアタッチメントというもののようです。集中ケアで特に気になるステインを除去したいときというふうに書いてあります。このブラシを使うときにはこのついてきたステインクリーンペーストっていうものを使うとよりいいようですね。そして最後にポイント磨きブラシっていうやつですね。歯と歯の間とか奥歯の奥の方、あと歯並びの悪いところとかを磨きたい時にはこれを使うといいようですね。以上が歯ブラシですね。これ全部覚えるだけでもめっちゃ大変そう。使い分けできるかどうかちょっと心配ですけど、まあ一通り試してはみたいと思いますが、まあどれが使いやすいかとかもちょっと後でご紹介できたらなというふうに思います。ちょっとこれから使ってみて、どんな風に自分が感じたかっていうのをさらにレビューしてみたいと思うので、これから使っていきたいと思います。はい、というわけでこの電動歯ブラシを使い始めてから約2週間が経過しました。使ってみた感じとしてはですね、非常に良かったです。自分としてはすごいいい商品だなというふうに思いました。何が良かったのかっていうことをまず最初に話していきたいと思うんですけれども、一つ目は思っていたよりも気持ちよく磨けるんですよね。初めは電動歯ブラシどうなんだろうと思ったんですけれども、程よい振動は結構気持ちよくてですね、歯磨きが楽しくなったかなっていうような感じがします。2つ目に結構これ驚いたことなんですけれども、意外と綺麗に磨けるんですよね。これもどうなんだろうなと思ってたところなんですけれども、磨いた後見てみると磨き残しもまあ自分の見た目ですけれどもなくて、結構ツルツルになっていい感じに磨けてるんですよね。結構電動歯ブラシは磨き残しが多くなったりとか、よく磨けないっていう話をレビューとかでも見てたんですけれども、自分としては非常に満足な磨き心地でしたね。そして3つ目に良かったこととしては、歯磨きの時間が短くなりました。メーカーが推奨しているのは上下とあとは右左と4分割にして、それぞれ30秒ずつ磨いてください、で合計2分で終わりますよっていう歯磨き方法なんですけれども、まあ、自分の場合2分で全て完結するにはちょっとまだ慣れが足りないかなっていうような感じで、まだ慣れてないので 3,4 分ぐらいかかってるかなっていうふうに思うんですけれども、それでも今までの歯磨きよりは楽に、そして時間が短く終わりますね。この3点だけでこのもう電動歯ブラシ非常に買って良かったなっていうふうに思っております。じゃあ何かいまいちな点があったのかっていうことなんですけれども、まあいくつかちょっと気になったことがあったのでここでお話しさせてもらいたいんですけれども、まず意外と音が大きいんですよね。歯磨きしながらこうテレビ見てたりとか、まあ、スマホで動画見てたりとかすると、まあ、これの音が大きくてテレビの音とか聞こえにくいっていうことがちょっとあるかなっていうような感じがします。ちょっとスイッチを入れてみますが、参考になるか分かんないですけれども、結構振動する音が大きく響いてます。まあ残念っていうほどでもないんですけれども、やっぱり音はある程度はするかなっていう感じがしますね。で、2つ目に思ったこととしては、まあ、ここに今並べてるんですけれども、まあ、開封してないやつもあるのを見て分かっていただける通り、まあ、こんなに使い分けて普段歯磨きをやっぱりしないっていうことですね。僕は今これ普段使ってるのは極細毛ブラシのコンパクトっていうやつ、これをもう普段使ってて、まあ、これしかほぼ使ってないような感じですね。逆に言うとこれだけで僕は十分磨けてるかなっていうような感覚でいるんですけれども、極細毛ブラシの大きい方だったりとか、あとはステインオフブラシとか細かいところ磨くやつとかいろいろあるんですけれども、まあ、これを組み替えて磨いたりするっていうのは毎日こうやるのはちょっと面倒くさくてあまりやってないかなっていう感じですね。まあ、そもそも面倒くさがり屋な人が買うような歯ブラシが電動歯ブラシだと思うので、これをまあ組み替えて使うっていうのはやっぱり僕はちょっとあんまりできなかったですね。ステインオフブラシとかは実際に使ってみたんですけれども、あんまりこれと違いが分かんなかったんですよね。仕上がりの違いとか磨き心地とかあんまり違うのかなっていう感じでよく分かんなかったので、まあ、僕としてはあんまりこの替えブラシの豊富さっていうのは必要なかったかなっていうふうに今思ってます。でもう一つ似たようなところなんですけれども、モードはたくさんあるんですよね。まあこれも使い分けはほとんどしないですね。普段使ってるのはダブルクリーンモード、これしかほぼ使わないような感じですね。横の振動と叩きの振動
2種類の振動で歯磨きしますよっていうモードなんですけれども、まあこれだけで十分綺麗に磨けるかなっていう感じですね。ソフトモードとかは振動がちょっと緩やかになるかなっていう感じで実感はしたんですけれども、まあダブルクリーンモードの方がよく磨けるので、まあそれだけでいいんじゃないかなっていうような感じがしますね。日常の歯磨きだけだったらこのダブルクリーンモードだけでいいんじゃないかなっていうような感じがしました。ここまでお話しして気づかれた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、替えブラシをあまり交換しないっていうことと、モードの切り替えもあまりしないっていうところから、もう一つ下のモデルでも良かったかなっていうような感じがしますね。 DP3 系列のモデルですね。それでも全然良かったかなっていうような感じがします。 DP3 系にもダブルクリーンモードはついてますし、極細毛ブラシはついてくるので、まあそれだけでほぼ十分かなっていうような感じがします。基礎的な性能、あの振動の数だったりとか、そういうのは一切変わらないので、まあそれで十分だったかなっていう感じがちょっとしてますね。値段ももう少し抑えられそうなので、初めて買う方には僕はそっちをおすすめするかなっていう感じがします。じゃあこの上位機種どういう方におすすめかっていうと、今まで電動歯ブラシを使ってて、もうちょっとこだわって歯磨きをしたいような方だったりとか、まあ、新しいもの、いろいろ多機能なものが好きな方とか、そういう方にはこういうのだったりとか、あともう一個上のモデル、スマホと連携していろいろ教えてくれながら歯磨きができるようなモデル、そちらがおすすめかなっていうような感じがしますね。僕としては1個下のモデルで十分使える性能のものかなっていうふうに思っています。それでもこの青い色っていうのはこのモデルにしかないので、まあ自分結構この色を気に入ってるので、まあこれ買ってよかったかなっていうふうに今のところ思っています。それではですね、以上、パナソニックのドルツ EWCDP53 のご紹介でした。電動歯ブラシのレビューとかってあんまりないと思うので、まあ何かの参考になれば幸いでございます。今回この動画が参考になった、良かったという方は高評価、チャンネル登録もしていただけるとありがたく思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。